焼いて失敗したものが、失敗っていうふうに見ること自体がさ、それは技術にとらわれてるからでしょ。今までの規範の中でこれは失敗だと思うんだけど、果たしてそれは失敗なのかっていうようなことが必要じゃないのっていうことなんだよ。で、そこになんか次にのヒントがあるんじゃないかって、自分がやるべき造形っていうか形とか、簡単に言えば上薬とかでもいいんだけど、焼き方でもいいんだけど、そこになんかヒントあるんじゃないのっていうふうに見ていく見方みたいな、失敗が悪ともなんかちょっと近いかもしれないけど、まあだから焼け損じみたいなものの中にヒントがあるでしょって話なんだよ。だゴミの中にね、美しいものを見つけるような感じ。